皆さんどうもこんにちは。オンラインゲームをやっているとパーティーを組んだ人がクエスト開始直後に不動直立になってクエスト完了まで動かなくなるという現象をよく体験しました。あれを介護っていうらしいです。オンラインゲームはローカルプレイのゲームとは違い、全国あるいは全世界から同時にプレイされるため、プレイヤー同士で何らかの問題が起こることがよくあります。第三者視点から見れば正直笑えるオンラインゲームで起きた大事件をご紹介。ゲームがきっかけで起こされた現実の事件ではなく、あくまでゲームの中で問題が発生し起きてしまった事件をご紹介していきたいと思います。では行こう。血のバレンタイン事件。血のバレンタイン事件とは2005年4月1日にハドソンより正式にスタートしたオンラインゲーム、通称 MOE のゲーム内で開催されたイベント、オリアクスとルーチェの恋のドキドキアタック、バレンタイン大作戦で事件は起こります。まず本作には大前提として対人が禁止されているエリアと対人が OK なエリアの2つが存在、つまりは世界平和なエリアと世界大戦勃発中のエリアがあるということ。そして今回の事件の発端であるイベントは、平和エリアのプレイヤーが対人 OK のエリアに赴き、チョコレートを渡すというなんとも可愛いイベント。しかし単純に考えてみれば、ウサギちゃんたちがハエナの巣に行くようなもの。しかしその当時、プレイヤーたちはこのイベントを純粋に受け止め、交流のイベントだと考えていました。そして今回のイベントを実施するにあたって、公式サイトは告知を発表。1、イベントの趣旨。平和的プレイヤーたちが対人推奨エリアに行き、好戦的なプレイヤーたちにチョコを渡し愛を伝えるという交流イベントである。2、プレイヤーへの注意事項。平和的プレイヤー、チョコレートの材料アイテムを持てるだけ持参、失いたくないアイテムを倉庫に保管。好戦的プレイヤー、平和的プレイヤー側の参加も可能、その他特になし。圧倒的に平和プレイヤーたちが恋をする乙女状態。そう、全く武器を持たずにチョコだけを持参するという本当に胸キュンなイベントなのです。そんなこんなでイベント当日、ゲーム運営者の誘導によって平和エリアのウサギちゃんたちはハイエナの巣である対人エリアに移動。ゲーム運営者は集まったウサギちゃんたちとハイエナを2列に並ぶように指示し、まるで婚活パーティーのような列を作ることに。この時点でみんなはワイワイ楽しい雰囲気。しかしその楽しい期待の時間はゲーム運営者の一言により一変する。今から平和的プレイヤーと好戦的プレイヤーには殺し合いをしてもらいます。その瞬間、ためらいもなく平和エリアにいた住人たち、そう、ただただ愛を届けたいと武器と防具も脱ぎ捨ててポケットいっぱいに詰め込んだチョコレートを渡そうと来てくれた平和エリアのウサギちゃんたちに向かって無慈悲に剣を振り下ろしたのです。毎日対人で殺し合っているエリアの住人にとって人を殺めるなど朝飯前、文字通り地獄絵図と化し、30分後にはほとんどの平和プレイヤーが惨殺されてしまいました。ここで殺されてしまったプレイヤーはある地点にリスポーンされましたが、あまりにもショックが大きすぎるためこのまま一生ログアウトして引退してしまったプレイヤーも少なくない。 BR5RB の大虐殺。今回の事件はイブオンラインというアイスランドの CCP ゲームズが発売している宇宙を舞台とした MMORPG。 今作は宇宙船同士の戦闘をはじめ様々な手段でお金を稼いだりと広大な世界を舞台にした本作なりの自由度を誇っていますが、本作には相手の宇宙船を襲う海賊行為のようなプレイも可能であり、そのため派閥は存在し事件もたびたび起こります。そんな戦争の中で最も有名な一戦が BR5RBの大虐殺。構造の発端は、戦争の発端としてはあまりにもちっぽけな理由です。このゲームは定期的に税金を支払う仕組みがありますが、ある政権の税金担当であったプレイヤーが税金を滞納してしまうというミスが発生。結果、アメリカ連合が支配していた BR5RB の支配権が消失し中立状態へと変化。滞納してしまったプレイヤーは密かに税金を納めようと策略したものの、運悪くそれをロシア連合の偵察機に見つかってしまいました。ロシア連合とアメリカ連合は長年ライバル関係であったため、これがきっかけとなり両者の大規模な戦争が開戦。その規模は凄まじく、平日であったのにもかかわらず3000人ほどのプレイヤーが集まり戦争は継続されます。その光景はもはや何が起こっているのか把握不可能なほどに混沌としていて、会社をサボって参戦した強者をはじめ星の奪還を胸に抱いていたプレイヤーが次々と倒れてゆく中、戦いは21時間も続きます。してみるとただの打ち合いにも見えますが、実際はスパイや賄賂なども横行しており、実際の戦争のように攻防は続いていました。最終的にアメリカ軍が戦力を失い、ロシア軍が勝利間際になった頃、定期メンテナンスに突入し終戦。結果、ロシアが BR5RB を入手し、その2年後まで本作の中で最強の連合として存在していました。今回の戦争では製造にリアルタイムで約2年ほどかかる本作でも指折りのレアな戦艦タイタンが75隻も破壊され、リアルマネーに換算すると3000万円以上の損失を生んだといいます。それによってゲーム内のあるアイテムの価値が上昇したりと、現実世界と同じような現象が起こったといいます。そしてこの一連の戦争に感極まった運営は、戦争の舞台となった構成形にティナノマキアという地域を作り、戦争の残骸を永久保存すると発表。この戦いはあまりにも広く認知され、今やウィキペディアもできています。リロイ・ジェンキンス。リロイ・ジェンキンスとはオンラインゲームワールド・オブ・ウォークラフトでやらかして伝説になった男の名前。ことの一連の動画は YouTube に投稿されており、それがきっかけで話題となり、今やその動画は4500万回を再生するほどの人気っぷり。彼は友人と共にあるボスモンスターから入手可能な鎧を求め、ダンジョンに挑むことにしていました。しかしこのダンジョンではチビドラゴンの卵というものが無数に配置されており、これに触れてしまうとドラゴンが羽化して戦闘しなければならないため、卵を避けて進むことが得策でした。パーティーメンバーは皆それをボス部屋の前でボイスチャットを通じ作戦会議をしていましたが、リロイ・ジェンキンスその頃なんと現実世界のチキンを温めるために離席しており、作戦内容を全く耳にしておらず、十分にチキンが温まった頃リロイは帰還し、彼は突然Onslaught better than we usually do. Alright, chums up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! 突然の事態にパーティーメンバーは唖然としましたが、チビドラゴンが無数に羽化することを思い出し、リロイに次いで突進。しかし部屋の中は大量のチビドラゴンに埋め尽くされ、そのままもちろんみんな全滅。パーティーメンバーからも非難されるリロイ・ジェンキンス。しかし彼は、でも俺にはチキンがあるよと言い返すというダイヤモンドハートの持ち主。彼のこの動画が人気となり、後に本作の公式イベントに呼ばれたり、ゲームの中の NPC として登場したり、同社が開発しているハースストーンにも絵をモデルにしたカードが存在していたりと、大人気なリロイ・ジェンキンスでした。ということでいかがだったでしょうか。血のバレンタイン事件、恐ろしいですね。プレイヤーたちは何も知らずに集められ、突然運営者が虐殺を促すというデスゲーム。可愛い光景のはずが血祭り、正直笑いましたが、実際チョコを持っていった純粋なウサギちゃんたちがかわいそうすぎる。バレンタイン事件のように運営が意図して事件を起こすことは稀ですよね。エブオンラインなんかはまさにリアルの戦争勃発の理由としては現実味があったりして面白い。しかしながらいくらゲームとはいえど、2年ほどかけて作ったタイタンが破壊された時、どういう感情になるんだろうか。星のためにという忠誠心を持っていればすぐに立ち直れるのでしょうか。エヴァオンラインは他にも様々な戦争が起こっているので、興味がある人はぜひ調べてみてください。暇な休日を潰せるくらいに色々あります。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。大丈夫。広告収入が入る。